はあ、またもやコラボのお誘いが来てしまった。前回なかなかの戦犯かましちゃったからな。迎えに来たよ。は？さあコラボをしよう。わーしょいわーしょい。わーしょいわーしょい。ひー。やれやれ。は？とうとうこの日が来てしまった。どうしたんだ？今回のコラボはを、6試合やったんだけど、この試合以外全部戦犯かましたんですよ。よってこの試合以外動画にしたくないです。まあまあ気にしないで動画にしていこうや。はい、というわけでメンバー紹介。ここ、今回はなんと。サチマルさんが登場。ちょっと今試合的なのが残念。初対面の方ですが容赦なく戦っていきましょう。ここで手を抜いて負けたら恥だもんな。それではメンバー紹介。こちら側の陣営。前回のコラボの被災者ヨカルタさん。風船とからの園長さん。お相手さんが。今回の被災者7号さん。ゆっくりさくらさん、ミオラさん。初参戦のサチマルさんです。どうやら我々と7号さんが対象として、2チームに分かれる方式でやるらしい。なるほどなるほど。つまり7号さんを倒せばいいってことか。なんか違うけどそんな感じ。左右上の部分に誰がどのキャラ使ってるか表示させとくから見てね。誰が誰をボコボコにしてるかわかりやすいね。お前はさっきから殺意が高すぎるんだよ。さてやっと旗が溜まったので前線に上がっていきます。今回使うキャラはヤソップ。旗ダッシュ無効が強いキャラだな。アップね。てか誰も二陣抜いてねえじゃねえか。ここの旗抜きのスルーしたやつ誰だ。確かさっき風船が真ん中ダッシュ失敗して降りてったから。からよ延長。よし、後で締めよう。味方のチームだったことを感謝するがいい。ちなみにこの後からよ延長と違うチームになることはないのだが、霊夢がそれに気がつくのはまだ先のお話。ヤソップは遠距離からチクチクするのが楽しい。幸い今回は別れ入りがいないから、なかなか萌えを震えそうだな。じゃあまあ真ん中は他の人に任せて D 旗のカバーに。ほほう美味しそうなゲッターが。無限ジャスト回避キャラの前で特性エリアを出すとは、こやつなかなか間抜けよのう。お前今ジャス回ミスってないです。回避ベタだと思わせる作戦です。だってほら、次は簡単に回。なんでよ。そりゃまあこういうキャラだから警戒はされるだろうな。まあ何回もジャス回避してればいつかは当たるんじゃないか。よっしゃ、絶対ミスったけど、普通に来てくれたぜ。ここから怒涛の反撃するでー。なかなか厄介なベスゲンだったな。多分マッチが背負ってくるかな。そう思ったけど、引っ張るのね。とりあえず、一気に対処していかないと。同時に相手するのはなかなか骨が折れる。そろそろキッドが起き上がるから、そっちを警戒してくった。よし、うまくベヘイも巻き込めたな。名前なんだっけな。トレイボルだろ。そうそうそれそれ。いやー、ベヘヘの方がインパクト強くて、全然忘れてた。こういう時に回避使っちゃうのは素人なんですよ。火力ゴリ押しキャラ以外は回避使っちゃうと、こんな感じに引き避けれないんでね。一瞬じゃない。ちなみにこの時ミオラさんとサクラさん、平均でなんで旗抜かないのって喧嘩してたぜ。これが旗ダッシュ不可の力。疲労やオリンの抜ける性能より、抜かせない方が強いぜ。あとはこのジャス回避の反撃。体力の3割持って力めっちゃ強い。これ残り40秒余裕でここ守りきれそうですね。失礼なこと言うけど、ここの旗抜かれる気がしない。なんか今のペース見てるとそんな感じするな。あー、スキルキャンセルかわいそうに。やっぱりマルコのダウンスキル強いな。やって回避の方向逆や。あら、なんか知らないやつ来た。イントロとして登場したけど影薄かったやつだ。待ってくれ、あいつの特性知らねえぞ。真ん中がまずい。急げ抜かれる前に。どうにかなれー。よっしゃー。あ、マッチ裏取られる。ぐわー。いやこれは負けちゃったけどいい試合だった。惜しかったなぁ。さくらさんのキットとずっと戦ってたおかげで、一人だけスコア爆盛りしてる。さくらさんにはかわいそうなことをした気がする。てなわけで今回の動画は以上となります。チャンネル登録高評価するとガチャの排出率が 3% 上がります。 Twitter もやってるので概要欄からフォローしてね。数日続けて他の人も動画出すので、ぜひ見に行ってあげてください。我々が動画にしてない試合はそちらから。じゃあ次回の動画まで、バイバイ。